都出身の41歳の男性が4月に行われた東京都江戸川区の区議会議員選挙で初当選しました。20年以上日本に住む男性が議員として伝えたいこととは。インド出身議員ユニさんが目指す架け橋の役割。ユニさんの愛称で親しまれているプラニク・ヨゲンドラさんは今年4月江戸川区の区議会議員選挙で初当選しました。ユニさんの公約は区内への国内外からの産業の誘致や英語教育の推進などです。江戸川区には都内在住のインド出身者の3分の1ほどにあたるおよそ4000人が住んでいます。在住外国人の数も都内の市区町村で2番目に多い町です。一つの子供の距離だ。それから2番目は日本語。働きに来る人たち6割、7割、8割がやっぱり日本人です。行政主導でボランティアの日本語教室を作りたいと考えています。22年前留学で来日したヨギさん、その後 IT 企業や銀行に勤め7年前に日本国籍を取得。今回初めて区議に立候補しました。初めて日本に来た時の心境で、いろんな困ったこと、そういうのも経験しながら江戸川区に入ってくる外国の方々のハードルも分かりますし、この日 PTA のママ友たちとバドミントン。外国の方が来たらそういう交流とか、小学生は貴重な体験だからぜひ。外国出身の国として区内での国際交流を促進してほしいと期待が寄せられています。区内にはインド系のインターナショナルスクールがあり、この日スポーツ大会で来賓として呼ばれたヨギさん、多くのインド出身者からお祝いの言葉をかけられました。He's doing a lot of voluntary work and I'm sure he'll do amazing in his job。 ヨギさんは外国出身であり、日本に20年住んだからこそできる役割があると言います。具体的に何をみんな課題として感じているのか、日常の中でもっとどうやったらみんなコミュニケーションが取れるのか、日本人と外国人の距離を縮める架け橋になっていきたいと思っています。ヨギさん、すごく切り開いたという感じがしますね。そうですね、ひらがなでヨギって書いたのがちょっとねすごいなと思ったんですけど、まあね、今ダイバーシティだってね言われてますけれど、まあだんだんこういうことがね起きていくのかなと思うんですけど、まあでもインド自体がね IT の産業とかで非常に世界的にも有名なところも多いんでね、まあヨギさんきっかけにして例えばそういうインドのもっと優秀な方が来られるとか、それまた江戸川区にとってね産業だったりとか経済発展につながるとかですね、そういうまあ成功事例になるのかもしれないですね。また日本人よりも外国人の方が日本のことをよく知っているというケース多いと思うんですけれども、ありますね、礼儀正しいとかね。そうですよね、よくお上手でしたから、またこう日本のちょっと悪いところも外国人の方が見えていくのかもしれないですね。そうですね、ちょっと客観的にこう日本を見てね